はい、ってことでね、皆さん今日が何の日か分かりますか？今日はですね、なんとですね、日本ダービーという競馬のねレースが行われる日ですね。日本ダービー、ちょっとね、僕的にこのレースはですね、予想に自信があるので、ちょっと競馬場まで行ってね、賭けに行ってみたいと思いますね。本当自信あるんですよ。かなりのね、高確率でね、多分的中させることができるっていうね、僕なりの買い方があるんで、ちょっとそれをね、試しに行っていきたいと思います。あれですね、普通にバイク置き場ってちゃんと整備されてるんですね、東京競馬場は。これいいですね。結構バイクできてる人多いですね。まあでも10万人ぐらい今日入ってくるし、まあそんなもんか。マジかー。ですね結果がですね、まあ当てたんですけど、的中馬券はあったんですけどね。今回の日本ダービーね、ガチガチだったんだよね。でちょっと荒れてくれないと、まあ、プラスつかないような、収支がプラスならないような買い方なんで、流しなんですよね、僕やったのが。で流した結果、当たったに当たったんですけど、もう目論見通りですか、もう目つけた馬が2頭いたんですけど、佐渡のダイヤモンドと、あと1番の馬、忘れたわ、の2頭目つけてて、2頭とも3着以内に入ってきて、全部もう馬券絡む働きしてくれたんですけど、まあ勝ったのがね、2番人気だったか3番人気だったかの馬鹿引きって馬で、まあどういうことかというと、上位 1,2,3 頭が上位人気 1,2,3 頭が上位占めたんで、ものすごく払い戻し金が少なかったんですよね。それで結局収支的には、収支どのくらいだろう、ざっと計算しただけなんであれですけど、正確じゃないんですけど、まあ20ちょいぐらいですね、 20% ちょいぐらいの収支なんで、まあ最悪ですよ本当にもう、まああれかな、データ的にはもう何年かに一度は、まあ、こういう収支になっちゃう年っていうのがあったんで、まあそういう年にならないことを祈ってたんですけど、まあ運悪くね、そういう年になってしまいましたね。まあ、当たるには当たるけど、収支的にはマイナスになる。こういうのなんていうんですかね、鳥紙ってやつ。うん、鳥紙馬券掴んだわけですよ、僕。そういう年になっちゃいましたね。はい。結構ダメージでよかったな、今日。収支 20% ってやばいでしょ。5分の1になった。結構かけたから、まあ来年以降もこのやる気というか、慣れてなければ続けていこうかなと思います、この買い方は。